皆さんこんにちは、和樹です、今日はですね、なんと翔平くんはいませんが、その代わりといってはなんですが、めちゃくちゃかっこいいスタジオに来ております。見えますか、ここね、見づらいけど BMSG のスタジオに来ました。これはね、ちょっとただごとじゃないんですけども、ちょっととある依頼が来まして、 BE:FIRST の YouTube チャンネルからちょっと特別な企画をやるので、そちらのお手伝いをお願いできないかなということで、和樹の種にお話をいただきましたと。ありがたいですね。こちらですね、バイグッバイを森三中の大島さんと一緒に BE:FIRST が踊るんですって。踊るんですってっていうか、この動画が公開されてる頃にはもう公開されてるので、きっと皆さん見てるんじゃないかなと思うんですが、その裏にはこういうね、和樹の種の努力がありましたよというね、ちょっと恩着せがましい動画でございます。 BE:FIRST のみんなは今日いないんですが、ダンサーのダミーダンサーのみんなが BE:FIRST の役をして、で僕が大島さんの役をして、今からリハーサルをし、後に大島さんがいらっしゃって、そこに振り入れをして練習していくという動画の裏側をお届けしたいと思います。それでは早速ダンサーの皆さん、どうぞじゃあいい並び順なんで、こっちから行きましょうか。はい、アンリです。えい、ジェイです。ジェイ、かなこです。はい、サクコです。はい、しっちゃんです。えい、まゆです。まゆもです、知らんけどごめんよ、なんか翔平くんいないとどうしていいかわかんない。ぜひ皆さんコメントでね、今日の方が良かったよとか、あの、はやての時の方が良かったよとか、いやだ教えてもらえれば嬉しいなと思います。初登場はタフトといっちゃんだ。あ、ともやもだ。よろしくお願いします。で、マリモがまたまた BE:FIRST の先生に続き、森三中大島さんの先生を一回やったんでしょ。はい。あ、すげえじゃん。もう先生として世に浸透してんじゃん。こんな適当なこいつ。アイス。テレビでさ、シャイニングワン踊ってたんだよね。はい、あ、見ました見ました。あれの時とかも多分相当練習しただろうからさ、バックダンサー従えて、今回は本当に BE:FIRST のみんなと一緒にパフォーマンスするってことだから、しかもバイグッバイの方がなんか難しい気がする。俺は苦戦してましたね、うん、これも大島さん踊れなかった場合、ちょっとマリモの何でよ、マリモの責任何割か入ってる。嘘でしょ。入ってるマジか、うん、今日はちょっとあのマリモのサポートもしてもらいつつ、みんなに手伝ってもらいながら練習していきたいと思います。それではじゃあ大島さん登場まで待ちましょうか。はい、じゃあみんな和樹の種ポーズは知ってるかな、初めてのお三方は。おい、私が教えました。お前、私が教えました。おい、じゃあバッチリということで、それでは大島さん待ちます。せーの、和樹の種。じゃあ逆じゃね、これ先生、先生、ごめんあ、やべえ、知らんけど。はい、ということで森三中の大島さん、BE:FIRST がめちゃくちゃ好きということで、もう BMSG 自体が好きで。あ、なるほど、来てましたよ。何がですか。ムーブオンでしょ。あ、そうですよ。ムーブオンですよ。ムーブオンですよ。作りました。すげーっすね。なんでその曲選んでくんないですか。いや、私頼まれたんですか。私頼まれたらムーブオンもやりたいですよ。シャイニングワン踊られてたじゃないですか。シャイニングワン、はい、はい、あれももうすごい練習したんだろうなと思ったんですけど、いや、もう言いたくないですけど、はい、もう膝に水じゃなくて血が溜まってる。やばいっすよ。これは聞きたくなかったですで、今回はバイグッバイを踊るわけじゃないですか。いや、これもう何ですかこれ。いや、俺の感覚だとシャイニングワンよりこっちも難しいんですよ。難しいっすですよね。はい、いや、もうそう思います。素人でもそう思います。で、しかもメンバーと一緒に入るじゃないですか、はい、だから構成移動がもうより、あの時多分5名とかで踊られてましたね、シャイニング。そうです、もう私が中心で。そうですよね。楽な方向に出してもらって。今回は7人プラス大島さんで8人になるんで、はい、やっぱその分1も多いんですよ。でも1回あれですもんね、あのマリモ先生に教わって、はいはい、1回どころで2回です。あ、2回です。2回やります、はい、その後もなんかあれですか、練習されたりしたんですか。いや、もう毎日毎日、あ、本当ですか。5時に起きて6時までやってます。5時に、朝の5時に起きて、はい、朝ご飯作ります。よろしくお願いします。ちょっとあの「和樹の種」っていうこのチャンネルのお決まりのポーズがあって、はい、それだけ一緒にやっていただきたいんです。はい、和樹の、うんうん、そうです、うん、種、
はい、っていうのをせーのって言ったら柿の種って言いながらやっていただけたら、わかりました。お願いします。はい、お願いします。はい、それではリハーサルいきます。せーの、カズキの種言いました。あ、小さく言って、あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。それではリハーサルいきます。せーの、カズキの違います。違います。お茶目だ。ラストチャンスいきます。お願いします。せーの、カズキの種。ありがとうございます。ありがとうございます。早速最初からいきますか。お願いします。で、最初、ここです。はい、レオ、レオの真後ろにいていただいていいんですか。レオ、レオになっちゃう。はい、大丈夫です。で、チャ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 、せーの、タラタラタドン、ダダダダダダ、そうです、そうです。で、タタタタタ、はい。で、ここは、あ、そうそう、カタール急に誰ですか、どうだろう。あ、どうぞ。いや、逆に誰だったらダメとかあるよ。ないです。で、この後のカッカッカは結構みんな移動するんですけど、その場で大丈夫。ありがとうございます。はい、なんでぐわっとみんなが行くんですけど、はい、その場でカッカッカ、はい、これでずれた時に 0.5 ぐらいまで来てると思うんで、はい、そのまますぐ前に来てください。わかりました。おー、はい。おーい、すごいですね。こんなんがひたすら続きます。 0.5 とか2とか 2.5 とか、ダンサーの B ファンのメモもそうですけど、そういう番号を覚えながら歌って踊ってるんで、でっかいドームとかになってくると30何番とか、うわー、だからその0から30何番の上手下手の両方を覚えなきゃいけないんで、もうそればっか気になっちゃいますね。27番3番とか振り向いて右向き、はい、ここに先に入るで、ここはあの竜兵が通る通路になるんですけど、そうですね、ここね、そうですね、はい、竜兵がガーッと後ろから来るんで、竜兵の先を歩いてほしくて、先に行っちゃうんですよ。先行っちゃいます。先行っちゃいます。なんで、まあこう歩いてもらってもいいですし、こう歩いてもらってもいいです。サザエさん的な、そういう感じでやっていただいても大丈夫です。はい、竜兵も15歳です15ですね。はい、なんでもう一緒に15歳のこと歩いていただいて、そうそうそう、よろしくお願いします、はい、カン、タタタタって後ろ下がります。5、6、7、8、1、2、ダラダラ。はい、わかりました。チャラチャラベイベー、カーンってスナップするときにはもうここにいてほしいです。ほう、はい、で、こっちにしましょうか、はい、ちょっと背中合わせ気味、はい、一回ここまで行きましょう。分かってんのかな。分かってんのかな。すごい、なんか素直に全部聞いていただけてるんですけど、素直に、はい、素直には行くんですけど、でも俺も分かってんのかなって思ってました。一回頭からやります。そうしましょう。はい、タタタタタドーン、タタタツツカ、タタ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 、イエイイエイ、夢をとってたた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 たありがとうの瞬間にソータがこっち来るんで、一緒にありがとうってやってほしいんです。ありがとう、はい、ありがとう。ありがとう、はい、でしたらそのまま後ろに下がってもらって、はい、今度はマナトと背中合わせてこっちこっちこっちやって、さっきの前の位置から一旦ここでソータと絡ん でそのまま下がってきたらゴブに来るっていう。絡みますね。そうです。どんどんメインの人絡める。バイバイ。下がります。下がる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 。で、この時にはもう着地。
してるけど、はいはい、ドゥーンカカカカカカワンツースリーフォーファイシックセイエイ、はい、以上です。一番こう短いくしてくださってますね。まあそうですね、あの美味しいところにくっついていこうって自然的にそうなんですけど、センターを受けるから多いね。ありがとうございます。すいません、はい、一回やってみましょうか、はい、ちょっとあの怪我だけ気をつけてください。はい、OK です。すごいですね、大島さん。やっぱたくさん頑張ってくださる方で、すごい素敵だと思います。はい、ということで今回はマー君が撮影してくれます。ビーファの案件というか、撮影するの初？初です。初か、初。メンバーにもまだ会ったことはない。会ったことないです。そうだよね、はい、あの日誌のね、月中バックとか撮ってくれた。お久しぶりです。お久しぶりです。ということで、ちょっとこれからカメラワークなどいろいろ確認しながら、本番を想定したリハーサルをしていきます。せーの、カズキの誰。おお、見てます、見てます。おお、ありがとう。ここは正面かな、絶対に。二人で竜兵と抜けてくるときに、ちゃんと二人が映ってたらいい。一瞬溢れて、出る。抜け超えて会おうよ、精一杯のライオンな。はい、ということで、こうなってますね、ごめんなさい、喋り始めた。リハーサル終わりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。オープニングでおっしゃってた、毎日練習してましたっていうのが、はい、もうすごくわかるぐらい、振りはしっかり入っていたので、はい、本当に多分移動しながらの、あの細かい部分とかだけ気をつけてもらったら、かっこいいパフォーマンスになると思います。頑張ります。お願いします。ありがとうございます。きっとあのこの動画も本当裏側なんで、はい、もうすでにあの皆さん見られてる方が多いと思うんですよ、完成した作品を。なるほど。ぜひね、あのカズキのためにもあの感想をコメントをいただけると嬉しいなと思います。そうですね。大島さんがこんなに頑張ってって、ちゃんと伝わってないかもしれないじゃないですか。あ、ありがとう。そうですね。確かに。やっぱダンスってあのダンスやってる人でもやっぱ必死に練習しなきゃいけないものなので、常に毎回。それをね、大島さんがこんだけチャレンジしてくるっていうのはダンサーとしてもすごく嬉しいので、ぜひこの、 あの頑張りから勇気をもらう人たくさんいると思うんで、はい、先生、はい、
きそうですですよね、はい、ですよね、なんか出そうですありがとうございました。ありがとうございます、本当にありがとうございます。当日もよろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ、いつものポーズで、はい、覚えてますか？もちろん。おじゃあ、それでは、また次回の動画で会いましょう。せーの、かずきのダネ。おお記憶力ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。またねー。かずきのダネ。